アルトゥールことアルトゥール園弾ハモスジオリベイラメロは、ブラジルウイアニア出身のサッカー選手、ユベントス FC 所属、ブラジル代表、ポジションは MF。12歳の頃に、ゴヤスイシーの下部組織に加入。2010年のユース選手権で注目を集め、グレミオフブッパの下部組織に移動した。2015年1月に、コパサンパウロジフットボールジュニオールでの印象的な、 パフォーマンスからトップチームのルイス・フェリペス・コラーリ監督によってトップチーム昇格。カンピオナートガウショの CI モレ戦でハーフタイムにマテアス・ニコラス・ロドリゲスに変えて投入され選手初出場。その後同年の出場はなかった。2016年はカンピオナートブラジレイロセリエ A でも最終節のボタフォゴ FR 戦で後半に カイオに変えて投入され、同リーグ初出場を飾った。2017年には、プリメーラリーガードブラジルとカンピオナートがウッショで良い、パフォーマンスを見せたため、レギュラーメンバーに定着。コパリベルタドーレス2017でもクラブグアラニー戦で、初出場を果たし、アウェーで1から1の引き分けの結果であったものの、彼は40本のパスすべてを味方に通し、パス成功率100%という、 珍しい結果で同試合のマムに選出された。また、その引き分けに貢献した彼のスタイルは、アンドレス・イニエスタヤテアゴ・アルカンタラに例えられ、チェルシー・ FC やアトレティコ・マドリードといったクラブから、興味を持たれるようになった。5月にはコパド・ブラジルのクルミネンセ・ FC 戦で、プロ初得点を記録。7月には EC ・ビトリア戦で、カンピオナート・ブラジレールをセリエ A でも初得点を、 記録した。その後、グレミオは、コパリベルタドーレス2017を制し、FIFA クラブワールドカップ2017に出場したが、彼自身は、コパリベルタドーレス決勝、第2試合で負傷し途中交代を余儀なくされ、FIFA クラブワールドカップ出場メンバーからは外れた。2018年3月11日、FC バルセロナとグレミオは、アルトゥールの買取オプションについて、 サインを交わすことで合意に達した。FC バルセロナは選手の登録権利を2018年の7月中に施行することができる。クラブが最終的にサインした通りのオプションを行使した場合は移籍金3000万ユーロに状況に応じて900万がプラスされるオプションが支払われることになる。2018年7月9日、FC バルセロナとグレミオは3月に 両クラブ間で合意に達していた、アルトゥールの買取オプションを行使することで合意した。この合意により直ちにチームに合流することになる。移籍金は3100万ユーロで、状況に応じて900万ユーロが加算される。6シーズンの契約をクラブと結び、契約破棄金は400万ユーロに設定される。2018から19シーズンは、プレシーズンマッチから印象的な活躍を見せ、 バルセロナファンの心を掴んだ。シーズンが始まってからはなかなか出場機会に恵まれなかったが、CL グループステージ第2節取ってナムセにおいて、スタメンに抜擢、見事な活躍を見せチームの勝利に貢献した。そのプレイスタイルから、シャビの後継者と言われ、メッシから、シャビを思い出すと称賛された。2020年6月29日、FC バルセロナは、 ミラレム・ピアニッチとの実質的なトレードで、ユベントス FC へ移籍することを発表した。移籍金は7200万ユーロ、ボーナスは最大で1000万ユーロ。2019から20シーズンは、新型コロナウイルス流行によりシーズン終了まで FC バルセロナでプレーすることになっていたが、移籍発表後に、チーム合流拒否や、無断帰国、飲酒運転などのトラブルを連発。 さらにユベントスへの早期合流もバルセロナ側に拒否されたためにユベントス合流が大幅に遅れる可能性が浮上している。9月2日に入団会見が行われ、背番号はピアニッチが着用していた5番に決まった。U-17 代表としては2013南米 U-17 選手権に出場した。また U-20 代表としての出場経験もある。 2017年9月15日には、ブラジル A 代表に初招集された。この招集は 2018FIFA ワールドカップ、南米予選のボリビア代表、チリ代表戦に向けてのものであったが、この2試合では出場とならなかった。コパアメリカ2019では、主力として優勝に貢献した。ありがとうございます。